この4月から滋賀県立大学の有機複合材料研究室に着任いたしました北拓光と申します。私ずっとこれまで高分子材料、いわゆるプラスチックの研究をしておりまして、この滋賀県立大学も引き続きプラスチックの合成、こういった材料、ガラスですね、を使った合成ですとか、またその自分で合成した材料を使って物性を測るというような研究をしております。はい、私これまでずっと先ほども言った通りプラスチックの研究をしていたんですけれども、この学科はガラスから金属、あと高分子の合成の専門家の先生ですとか、バイオの先生といった非常に幅広い材料を使っている先生方がいらっしゃいますので、そういった先生方とコラボすることによって非常に新しい研究の方も進めることができておりまして、新しくいろんな材料を開発できるんじゃないかなと期待しているところです。はい、聞いております。私も高校生の時は行き先どの大学にしようかというのを迷っておりまして、2、3校そのオープンキャンパスに行った記憶があります。ぜひ滋賀県立大学の方のオープンキャンパスに参加していただいて、非常に綺麗なキャンパスとしておりますので、滋賀県立大学の学生になった時の気分というのを少しでも味わっていただければなと思っております。はい、そうですね、我々私も含め教員の皆様はですね、新しい材料を開発して、世界で役に立つものづくりというのを目指して研究しているところです。ぜひそういった狙いに共感して、自分で世界で使ってもらえるような材料を作りたいというような、そういった思いを持つ学生さんに来ていただきたいなと思っております。ぜひ一緒に研究したいなと思っております。ありがとうございました。